はい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 、ソフトバンクの甲斐選手と巨人の大城選手がまあ実質トレードするんじゃないかっていうようななんか記事がね上がってたんで、まあ、それについて今日ちょっとお話していこうかなっていうふうに思いますし、マジでそんなことやめてくれよっていうふうにね巨人ファンの僕思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、今日はですねソフトバンク甲斐選手、巨人の大城選手が、まあ、FA 権をね2人とも取得してるんですけども、その2人が、まあ、FA を行使して大城選手がソフトバンクに、ソフトバンクの甲斐さんが巨人に行くんじゃないか、まあ実質トレードという形になりうるんじゃないかっていうような、まあ記事であったりとか、まあいろんな報道がありましたんで、それについて今日ちょっとお話ししていきたいなというふうに思っております。はい、まあ長々話すのもねちょっとあれなんで、僕の結論を先に言っときますけど、僕としてはですね、まあ巨人ファンですし、まあ非常にね、まあ大城選手に対しても、まあ僕甲斐さんとも一緒に自主トレをしてたんで、今でも連絡を取らせてもらったりすることもあるんですけども、まあ非常にそんなことをしなくてもいいんじゃないか、うん、可能性としては低いんじゃないかというようなスタンスで今日ね、お話しさせていただこうかなというふうに思っております。はい、まあその理由を言う前にですね、まあ大城選手だったりとか甲斐選手の成績なんかも見ながらね、ちょっと最後にもう一回、じゃあなんで小山は可能性として低いのかと思ってるのかとかね、うん、もしするんであればどういう条件が揃えば、あ、そういったことも可能性がある、あるのかというところをちょっとねお話していきたいと思います。はい、まず甲斐さんのプロフィールなんですけども、まあ甲斐拓也選手ね、まあプロ14年目、まあもう皆さん大体知ってると思います。はい、まあ日本代表の正捕手でもありますし、ソフトバンクでね長年ずっとレギュラーを務めているという素晴らしい選手ですね。僕も実際まあ、自主トレを一緒にさせていただいた時もありますから、まあ、人柄であったりとか、まあ、実力はもちろんですけども、まあ、いろんなこと知ってるんですけども、やはりですね、人としてもすごく素晴らしい方ですね。僕も本当に、まあ、今も思ってますけども、まあ、甲斐さんのようなね人間性のね、素晴らしい、人間になりたいというふうにね本当に今でも思ってますから、まあそれぐらいね人として素晴らしいと、まあ実力はもちろんそうですけども、まあそういった意味でも、まあ巨人は紳士たれとかよく言われたりしますけども、まあそういった意味でも、まあそこが悪いとか、なんかこう問題を起こしそうだとか、そんなことはまあ一切なくてですね、まあ非常に、家族思いの、まあ非常に素晴らしい、後輩にもね気遣いをしていただいたりとかね、そういったような非常に、まあその気遣いの人っていうところだと思います。まあその、もともと育成選手だったんですね。で、僕も話を聞きましたけども、まあ僕も育成選手だったので、翔平というふうに、俺はこういう時期もあったんだみたいな感じでね、まあいろいろお話しさせていただいたこともありました。まあ、甲斐さんですね、まあ3年目の年にですね、支配下に上がりまして、7年目から、ソフトバンクの、まあ、正捕手としてね、活躍をされてますと。で、まあ今では日本代表のね、正捕手なんかも務めておりまして、今年の年俸 2.1 億円、うん、ランク B になりますね。はい。で、まあ、昨シーズンかはなんかこう、成績がちょっと落ちたというかね、打撃の成績が落ちたっていうのはありましたけども、まあ、今年に関して言えば、119試合出ておりまして、2割5分6厘、5ホームラン、43打点、で、OPS690 というふうになってます。まあ、非常に、まあ、ピッチャーのレベルが高いパリーグにおいて、まあ、この成績っていうのは、まあ、キャッチャーとしてで言えばですね、非常に素晴らしい成績なんじゃないかなって僕思います。はい。で、先ほど言いましたように、まあ、ランク B になりますから、まあ、人的保障はあるというところになりますね。ソフトバンクの中でね。はい。で、続いてですけども、巨人の大城選手のプロフィールをちょっと見ていきたいんですけども、まあ、大城拓海選手、プロ7年目、同級生ではあるんですけども、大城選手は大学も行って、大学から社会人まで行って、で、そこから入ってきてるので、プロの年数としては、まあ、14年目と7年目という形になってます。
で、今年の年俸が 1.3 億円で、大城選手もランク B になります。人的保障のありのランク B になりますね。で、大城選手、昨シーズン2023年非常に素晴らしい成績を残してました。ただ今年安倍監督に代わりまして、まあ保守出身の、まあ、安倍監督というところで、まあ少しこう保守に対する見方であったりとか、まあ原監督とはね、少しやっぱ違った観点でね、見られたかなというふうに思うので、出場機会っていうのがね、ですね、特にキャッチャーでの出場機会というのがこう激減してしまったんですね。うん。まあそういった意味で、まあネット上の声なんか、まあ僕も思いますけども、大城さんが本当にキャッチャーにこだわって、キャッチャーで出たいよと。もう、俺はキャッチャーとしても最後まで行きたいんだっていうようなね、気持ちが強いのであれば、国内 FA 権を取得したので、十分ね、まあその、自分がキャッチャーとして出れるところ、求められているところに行くという可能性は、非常にあるんじゃないかなって思います。はい。ただ、やはり、まあ、巨人の現状から言ってもですね、まあ、今シーズン、まあ、岸田選手が、スタメンで言ったら72試合。うん。で、小林選手36試合。で、大城選手が34試合と。まあ、この3人の中で一番少ないんですね。先発と。先発キャッチャーっていうところで言うとね。はい。で、まあ、岸田選手が、まあ、今年ちょっと台頭しましたけども、まあ、来季どれぐらいやれるかわからない。っていうのあります。まあ、怪我ももしかしたらあるかもしれないし。まあね、ゼロではないですからね。で、どれぐらい成長するかっていうところもありますけども、やはり、まあ、首脳陣の考え方であったりとか、まあ僕もそうですけども、やはり大城さんにいてくれた方が間違いなくいいですよね。うん、はっきり言ってね。はい。まあそういったところもあるんで、まあ巨人は、大城さんに残ってもらいたいと思ってるんじゃないかなって間違いなく思いますね。で、ただ、先ほど言いましたように、そのソフトバンクの甲斐さんに関してもですね、まあ、ソフトバンクで正捕手というところですから、他のキャッチャーで言うと、まあ、海野選手であったりとか、谷川原選手とか、まあ、峰井選手なんかもいるんですけども、まあ、試合の出てる数で言うとですね、圧倒的に甲斐さんがね、多いっていう、まあ、フルイニングではないんですけども、多いっていうところがあるので、まあ、ソフトバンクからしても、まあ、出ていくと非常に痛いですよね、どう考えても。まあ、今、日本シリーズもやってますけども、まあ、甲斐選手はね、素晴らしいリードをしてですね、やってるわけですが、やはりまあ、巨人もね、日本シリーズで、まあ、ソフトバンクと戦ったことありますけども、まあ、甲斐さんの配球なんかもね、非常にこう、徹底した配球なんかもしましたし、甲斐拓也という、その、キャッチャーのレベルの高さというかね、非常にいいキャッチャーだなという印象を、まあ、日本シリーズでやったときに、おそらく抱いてると思うんですね。イメージあると思うんですね。まあそういったイメージも含めて、まあ甲斐選手が FA をするんだったら、取りに行きたいなっていう巨人の意思はあると思うんですね。ただ、まあソフトバンクがそうそう簡単に出すかなっていうふうに思うんですよ。やはり、まあ投手陣ね、まあ強力だっていうふうに言われてますけども、実際その、まあキャッチャーのね、甲斐さんのリードなくして、じゃあそこまで抑えられるか。うん。そんだけ、優勝もできるかって言われたら、ちょっとわからないですし、他のキャッチャーの出場機会を見てると、圧倒的に少ないなっていうところありますし、経験不足だなっていう選手もいるので、まあ、谷川選手であったりとか、まあ、海野選手も、まあ、多少ありますけども、やはり、甲斐選手がいなくなって、じゃあ、はい、じゃあ、主戦でやってくださいって言われると、多分、厳しいと思うんですね。で、そういったところで、まあ、ソフトバンクは資金もたくさんありますと。うん。で、まあ、甲斐さんもね、まあ、九州のね、出身なんで、まあ、そういった意味でも、まあ、全力で引き止めに来ると思うし、万が一、甲斐選手が、もう、まあ、巨人とは言わないですけども、まあ、他の球団に行って、こう、絶対こう、挑戦したいんだとか、新たな環境でやりたいんだっていう強い意志があるんだったら、もしかしたら、ソフトバンクをね、こう出ていく可能性はあるかなと思うんですけども、もうそういう先ほど言ったようなね、資金面であったりとか、まあそういったところも含めて言うと、まあ甲斐さんがなかなかこう、まあ福岡から出ていくかって言われると、相当強い理由がない限り、まあ資金以外の、まあ資金はね、ソフトバンクがダントツナンバーワンなんで、資金以外の、なんか強い理由がないと、難しいと思うんですね。まあ、ソフトバンクのその甲斐さんがめちゃくちゃ今年ね、出場機会が落ちてましたとか、そういう話だったら、わからなくもないんですけど、まあ、言うて今年もね、119試合出てるわけですから、まあ、前年よりは減ってるとはいえね、119試合、まあ120試合ぐらい出てるわけですから、まあそういった意味でも、まあその、扱いなんかも見ても、全然その、不満があるような感じではないですし、で、資金はね、
年俸はまあそれはね、ソフトバンクはナンバーワンで出すわけですから、そういった意味で、まあ、甲斐さんが出ていくっていう可能性は非常に少ないんじゃないかなって思います。まあ、このトレードというか、この FA に関して言えば、まあ、甲斐さんがどういう動きを見せるかっていうことによって、まあ、巨人がね、甲斐さんを取りに行ったりとか、うん、するという、まあ、甲斐さん次第となところがあると思うので、まあ、非常に、まあ、そういった意味で、まあ、甲斐さんが出ていくことは、僕、あんまりないんじゃないかなっていうふうな僕の意見なんですね。で、その中で、まあ、キャッチャー、巨人というところで言うと、今年のドラフトを見てますと、まあ、内野手を主にね、二遊間というところも、を重点的に、まあ、指名したというのがありました。で、ドラフトでね、キャッチャー、まあ、取りましたけど、まあ、育成の選手だったんで、まあ、すぐに戦力になるかって言われたら、まあ、なかなか難しいというところがあるので、まあ、そういった意味でも、ドラフトで取ってないんで、まあ、甲斐さんを取りに行く布石なんじゃないか、っていうね、伏線なんじゃないかっていうような意見もありますし、まあ僕はですけど、僕が、まあちょっと楽観的ではあるんですけども、まあ大城さんが残ってくれるだろうというふうに、巨人は踏んでるんで、ドラフトでキャッチャーを獲得しなかったのかなっていうふうに思いますし、まあ山瀬捕手であったりとか北捕手なんかも、まあいいね、キャッチャーがいるというところも含めて、キャッチャーを取りに行かなかったのかなっていうふうに思うので、まあそこはね、僕がちょっと楽観的なのかもしれないですけども、まあそういったところがあるんじゃないかなと思ってます。まあ反対の意見もね、先ほど言いましたようにあるっていうところがあるので、まあ実際大城さんがどうなるかっていうのはまだちょっとわからない。日を経ってみないとわからないっていうところですね。で、まあもしまあ今ね、巨人結構戦力外こう切ってますけども、まあ阪神の大山選手も取りに行くんじゃないかっていうようなね、報道もあったりとかしてますと。で、もし、大城選手が残って、巨人に残って、大山選手を獲得した場合、そうなってくると、大城選手の出場機会って相当奪われると思うんですね。まあ、今年見ててもわかりますように、まあ、岸田選手が、まあ、結構出てて、っていうところもありますから、そこでファーストに行くっていうオプションだったと思うんですけども、そこで、大山選手を獲得したんであれば、まあ、大城選手はなかなか出る機会がないよねっていうところにもなってくるので、まあそういったところで、まあ非常に、まあ大城さんにとって今年のオフっていうのは非常に野球人生を大きく変えるかもしれない年になるんじゃないかなと思います。で、まあ最悪なパターンもあって、その、巨人が、甲斐さんを取りに行くとするじゃないですか。で、甲斐さんが取れなかった。まあ僕はソフトバンクに残ると思うんですけども、甲斐さんが FA 宣言をして、他の球団に、巨人以外の球団に取られたと。で、それも含めて、それと、大城さんが流出すると。で、結果的に見たら、甲斐さんも取れない。で、大城さんも流出する。で、大山選手も取れないとか話になってくると、もういよいよそれやばいよねっていう話になってくるんで、まあそこはね、まあ巨人の、まあ上の方がね、絶対そうさせないというふうに、まあ戦略も練ったりとか、いろいろ、下交渉とかね、わかんないけど、なんかいろいろしてるかなと思うので、まあそこは大丈夫かな、安心して大丈夫かなとは思いますけども、まあ最悪の事態それですよね。でも岡本選手が今ね腰をちょっと痛めてたりとか、まあメジャーに行く可能性があるよとか言われてる中ですね、早く岡本選手に変わるようなね、選手が来てくれたらいいんじゃないか。まあそれが大山選手なんじゃないかっていうふうに言われてますけども、甲斐さんも取れない、大城さんも流出する。で、大山選手も取れないとか話になってくると、もういよいよやばいなって。で、菅野さんメジャー行くとかね、話になってきたら、もうめちゃくちゃなってくるんでね。まあそういった意味でも、巨人はね、今年の補強っていうところはめちゃくちゃこう大事だなというふうに思うし、まあもし FA のね、補強するんだったら、まあ菅野さんがメジャー行ったりとか、まあ、大城さんが FA 宣言したりとか、まあ、高梨さんもね、FA 持ってたりとかするので、まあ、結構プロテクトとしてはね、結構、まあ、そんだけね、余分にできますから、プロテクトの人数はね、いい感じに確保できるかなというふうに思うので、そういった意味で、まあ、まあ、結論もう一回戻りますけども、まあ、甲斐さんが相当、他の球団で何かやりたいと、もう一回一からやりたいとか、まあ、そういった強い、うん、資金以外の、まあ、資金はソフトバンクが一番出すんでね、資金以外の強い理由が、あれば、なんかこのね、トレード、まあ、実質トレードという形、あるんじゃないかなというふうには思いますけども、まあ、複数年契約を、まあ、ソフトバンクは、まあ、提案していくと思いますし、
まあ、大城さんに関しても、ね、まあ、どうなるかは分からないですけども、キャッチャーにこだわりがあるというところであれば、絶対ね、他球団は手を挙げて、いくと思います。もし宣言をしたらね、絶対ね、1.3 億円なんで、僕は安いと思うので、大城さんはね、はい、っていうところで、狙いに来るかなというふうに思いますけども、まあ、巨人ファンの僕からしたらですね、まあ、大城さんはしっかり残ってほしいなっていうところも、ところもというか、絶対残ってほしいなっていう感じはありますし、でね、まあ、大山選手を獲得し、僕はね、僕の意見としては大山選手も獲得できたらいいんじゃないか。まあ、海さんは、まあ、正直、まあ、いいんじゃないか。まあ、いい選手ですけども、大城さんが残ってくれたら、それでいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じで今日は、まあ、実質トレードをするんじゃないのっていうようなお話について、語っていきました。まあ、非常に、まあ、日本シリーズがまだ終わってないというところで、まあ、これからね、日本シリーズが終わってから、いろいろ動くと思うんで、またね、そういった動向なんかも、逐一というかね、随時、追っていきたいというふうに思いますし、まあ、皆さんのね、甲斐さんの印象であったりとか、大山選手の印象であったりとかっていうところも、ちょっと聞きたいなっていうところはありますので、ぜひコメント欄なんかでシェアしていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。